まあ、料金的に言うとね、結構高くて1000円ぐらいしたんですよ。これなんて失敗作なんだ。結構やばいやつですよね。リピートチャンネル始まりました。ケントです。今日は ADHD 第2弾でございます。前回ですね、 ADHD の動画を撮りました。最初に自分が ADHD だと気づいたきっかけのお話をさせていただいたんですけど、まあ、そちらもね、前回の動画も概要欄に貼り付けておきますので、ぜひチェックしてみてください。で、その時に言ってた、まあ、第2弾ということで、その後のまあ病院に行ったんですね。気づいてすぐ予約をしたんですけど、でその時に先生に何て言われたかっていうことと、まあ、言われた時にどう思ったかっていうのをお話をしたいなと思います。まずね、最初に心療内科に行きました。で、 ADHD だなと思って、こう自分でこう携帯でいろいろ調べて、病院も調べたんですけど、なんか心療内科だったらどこでも受けられるのかなと思ってたら、やっぱりやってないところもあって、 ADHD 専門で見てますみたいな病院もあって、まあ、その中でこう自分がピンときた、いいなと思ったところに予約したんですけど、で僕仕事からあの病院の動向とか、自分が性同一性障害で性同一性障害の診断書とか取ってるんで、まあ、精神科とか心療内科慣れてるんですよ。でよく行くんで、別に特に緊張とかしなかったんですけど、で最初に行ってもうその日に診断とか、まあね、先生と話してこうなんとなく分かるのかなと思ってたら、その特別な試験テストみたいなものをやらなきゃいけなくて、大体2時間ぐらいかかるって言われて、今日の今日できませんって言われてですね、専門のその ADHD の検査をする先生がいるから、その先生がまあ週1しか出勤してないと、でその日に合わせて予約してくださいっていうこと でそれがね、最短で1ヶ月後とかだったんですよ。でそんなに時間かかるのかと思ったんですけど、予約だけ取って帰ったっていうような流れになります。で1ヶ月後予約を取って、実際当日行きました。でそしたら、まあ、料金的に言うとね、結構高くて2万円ぐらいしたんですよ。でプラス、まあ、2時間ぐらいかかるっていうことで、結構大掛かりなんですけど、まあ、何をしたかっていうと、紙とペンが出てきて、でも計算式もやりましたし、パズルみたいなこともやって、6枚ぐらいのカルタみたいなのがあって、そこに絵が描いてあるんですよ。でこの絵をこう並び替えてストーリーに仕立てなさいとか、多分本当小学校でもできるぐらいの簡単なやつだったんだけど、なんかそれがすごい苦手でね、途中でできなくて、あ、分かんないなって思ってたのをすごい覚えてる。先生が10個の数字を読み上げますと、それを暗記して復習して読み返してください。で暗記したものを次は逆から読み返してくださいとか、なんかそういったようなこう2時間がっつり、なんていうんですかね、試験みたいなことやったんですよ。その日は試験だけで終わって、そのまま帰りました。2週間後に来てくださいってことで、また2週間後に行ったら、こう A4 の紙用紙をもらって、そこにこうバロメーターみたいな感じで、あなたはここがすごく得意で、ここがすごく苦手でっていうようなグラフをもらったんですね。で通常 ADHD じゃない方に関しては、だいたい横一直線でこうバロメーターが平均らしいんですけど、もう僕の場合こうグラングランしていて、すごい上下の起伏が激しかったんですよ。でこのアンバランスさが、まあ、ADHD の特徴です。まあ、井上さんの場合は空間認知が非常に苦手ですと。空間認知って言われてもあんまりこうピンとこなかったんですね。で空間認知って何ですかっていう話をしたら、例えばなんですけど、まあ、自分が野原に立ってます。何もない野原に立っていて、300メートル先にお腹を空かしたライオンがこちらを狙っていると。でそれを見つけた時にパッと瞬時に判断をして、いち早く逃げる、そういうこう遠方の距離感に関してはすごく得意です。それは逃げられると思います。ただ井上さんが苦手な空間認知っていうのは、すごく狭い部屋、一つの部屋に、まあ、ライオンが1匹いてお腹を空かしてこっちを狙ってますと、そこにライオンと同じ大きさの藁、同じ色と同じ大きさの藁が9個ぐらいあって、その中にライオンがいるのは井上さん気づかないと思いますって言われたんですよ。ピチャッとなった部屋で何かをこう認識して、例えばこれをここに戻そうとか、これをここに置こうみたいなことがすごくこうイメージするのが難しいと、ほぼできないですねって言われて、ねえ、藁とライオン見分けつかないって結構やばい。他の人は気づくんですかっていうと、想像してもらえればわかると思うんですけど、大体気づきますって言われました。まあ自分が何が得意で何が苦手でっていうのがこう明確になったっていう。で、もともと部屋に物を置かないとか、片付け苦手だなって昔から思ってたんで、効率よくできるように、できるというか、まあ、そもそもやらなくていいように物を置かないっていうことをこう徹底してやってきたんですよ。
だからそういう対応してますって言ったら、あ、もうベストだと思いますって先生に言われて、あ、なるほどなと思って、自分が片付けが苦手だっていうことをこう自分で常に認識してたんで、具体的な対策ができてたんですけど、実際じゃあ物が増えた時に僕は片付けられない人なんだなっていうのがもう確信したと。よくね、この話をすると結構ショックじゃなかったですかって言われたりするんですよ。僕の結論からしたら全然ショックじゃなかったです。ただそれがもう30超えてから、自分が今までやってきてうまくいかないなって、もうどうしてもできないなって言って、やっとこう自分のダメなところを受け入れられるような年齢になってきて、だったからショックじゃなかったんだと思います。これが例えば20代前半とか、まだこう自分のダメなところを受け入れられなくて、なんで自分できないんだろうって、なんで自分ダメなんだろうって思ってるような状況だったら、きっとすごくショックだったと思いますし、ただでさえ性同一性障害で生まれて、こう自分は失敗作だって思ってきた50代とか過ごしてるんで、その頃に聞いたらこうダブルパンチじゃないですけど、トランスジェンダープラス ADHD、 こうなんて失敗作なんだっていうふうに思っちゃってたと思います。だから逆に30代で知れてよかったなっていうのは自分の中で思ってるんですけど、あと動画を出してね思ったんですけど、やっぱ自分にも当てはまるとか、まあ、僕のパートナーのね、自分もそうなんじゃないかと思ってるような人が結構いるなって思っていて、その人がこう自分のことをどこまで受け入れてるかとか、自分のことをどこまで愛してるかによって診断された時のショックって変わってくると思うんですよ。もう捉え方って全然変わってくると思うんですけど、まあ、前回の動画でも言ったんですけど、僕の場合は逆に知れてよかったなと思いました。自分の使い方が分かるというか、決定的に、あ、できないんだな自分っていうのをスッと受け入れられた。もしかしたら希望があるかもしれない。今は苦手だけど、もうちょっと成長すれば、もうちょっと努力すれば、もうちょっと頑張ればできるようになるかもしれないみたいなものが、こう悪い言い方すると諦めに近いものですね。あ、自分はこれができないんだ、自分はこれが苦手なんだっていう風に受け入れられたっていうことで、知れてよかったなと思います。はい、ということで今回はですね、病院に行って、どんな検査をしたかっていうことと、まあ、先生にどういうことを言われたかっていうようなお話でした。僕は ADHD と診断される前から自分にその気があるなと思いながら、いろいろ対策を取ってきたんですよ。仕事をする上で絶対に必要だったんで、やらなければいけないっていうことで、こう自分でいろいろやってきたんですけど、具体的にどういう対策をしてるかっていうお話を次回はしたいなと思います。同じような悩みを抱える人だとか、まあ、自分もそうかなって思ってる人に対して、あ、こういうやり方もあるんだって一つ参考にしていただければなと思います。はい、ということで、次回もまた ADHD の続編がありますので、ぜひ遊びに来ていただければ嬉しいです。グッドボタンとチャンネル登録お願いします。